日、過去の恥、往年の憎しみ、ここにて結論を下す。お嬢様、恐れながら何とかを下すというセリフはお嬢様のキャッチフレーズではないようですが。もちろん違うわ。私はただそれを耳にして、このセリフは大陸中の知恵と勇気ある言葉の中から今日の特別さを示すため。ん、どれどれ。ああ、本当に他人の口癖じゃないですか。うわ、お前ら早いな。来たのですね、ウヨ。後ろの方々は。カハン、紹介してやるぜ。こいつらは稲妻の伝説的な浪人とリーユへの才能あふれる先駆ミュージシャンだ。よっ、あたいはリーウェイの新鋭。ロックミュージックといい天気、それに楽しいことが大好きだ。きっとこのお嬢ちゃんがパイモンが言ってた異国から来た公女様なんだろう。見た目だけですごいってわかるぜ。それからそこの帽子をかぶったレディ、家族から最も博識な学者は大抵とんがり帽子をかぶってるって聞いた。あんたもそうなんだろう。ん、この女見る目がある。深淵、あなたのその目は夜の霧を見破り真実を見極める。あなたは人を見る目があると褒めているんです。まあ私も同じ意見ですよ。はじめまして、先生術師のモナです。おう、二人に会えて嬉しいぜ。モナはすごいんだぜ。どんな人でもたちまちどんなやつか見抜いちゃうんだ。皇女殿下と先生術師、そして雄弁なカラスの進化、お主たちに比べれば拙者はただの凡人でござるよ。稲妻の楓原和葉、皆に会えて光栄でござる。その和葉というものよ、力と名を告げよ。お嬢様は職業と趣味は何ですかとお尋ねになっています。その拙者はただの通りすがりで、取り柄などこいつは武術に長けていて、誰も耐えられない攻撃を受け流すことができるんだぞ。それに凡人には想像もつかないような速度で雷みたいに剣を振るうんだ。え、そんなすごい人だったの。どれどれ。お、これは。カズハさんのような剣の達人にお会いできてとても光栄です。みんなの護衛をあなたに任せてもいいですか。雄野浄土の宮廷守衛長に任命するわ。メギストス卿までそうおっしゃるとは、実力は確かなのでしょう。わかった。なんだっけ。モナでいいですから、その変な名前で呼ばないでください。そういえばメギストス卿、オイラたちどうやって聖地に行けばいいのか聞いてきたぜ。ひひ伝説の大魔女から偉大なアドバイスをもらったんだ。さあみんな、オイラを見ろ。交通手段だ。
なんだか急に行きたくなくなりました。独特だな、見た目がちょっとグオパーに似てないか。グオパー、万民堂の不思議な生き物のことでござるか。そう言われてみれば確かに。紹介したオイラが言うのもなんだけど、こんなんじゃ島にたどり着けなさそうだ。理解したわ。なるほど、なるほど。世の果てまで落ちてこそ神聖雄野浄土に到達できるということね。聖なる雷に焼かれた扉とは私の現世での断罪にふさわしい。オズよ、道を切り開きなさい。先陣を切るのは私です。お嬢様は動かれませんので。入ったら消えた。これはまさに聖地への断罪の道。念のため私が占ってみます。メギストス卿、これはあのアリス様の創造物だぞ。そんな自己犠牲を払わなくていいから、オイラたちと一緒に来い。そうでした、忘れてしまうなんて。まあいいでしょう。暗いぞ、誰か明かりをつけてくれよ。うわい、誰だ、押すなよ。ゆっくり進みましょう。ああ、フィッシュル、私の髪を踏まないでください。ヘビじゃなかったの。うわ、起き上がってきたぜ。みんな気をつけるでござる。やっと着地したぜ。さっきのは一体何だったんだ。美しい場所でござるな。風と海、そしてこの穏やかさ。うむ、風の匂いも心地よい。進化諸君、これぞ私が長年求めていた粛清の楽園。闇を支配するこの私が諸君を夢の扉へと導くわ。さあ夢の扉へ。大魔導士メギストス、皇女殿下のお恵みに感謝します。私は今日ここにて雄野浄土へ祝福を捧げます。モナ、それにあんたら一体。いいから合わせてください。おう、こんな神聖な場所に連れてきてくださった皇女様に感謝するぜ。皇女殿下、このような旅の機会を設けていただいたこと、ありがたき幸せにござりまする。皆の喜びは私の喜び。このような天命を尊奉する機会に皆を招くことができて大変嬉しく思っているわ。これより巡礼の旅に出かけ、身をもって国土の命の海を感受する。何せここはどうあっても私の魂の帰る場所なのだから。けれどそれに対してメギストス卿、あなたは水元素から生まれた
高貴な人物と言われる割に魂の不純物が多すぎる。お嬢様は泳ぎに関してはメギストス卿がやや劣るかもしれないとおっしゃっています。フィッシュル、あなたにはもう我慢できません。普段あなたに合わせて芝居をするのは構いませんが、天才である私を見下してはいませんか。泳ぎであなたに負けるわけがないですよ。おお、お嬢様の闘志が燃えてきました。いいぞ先生、堂々勝負だ。その挑戦受けて立ちましょう。メギストス卿、あなたごときが私に挑むなんて、その愚かさを悔いることになるわよ。無駄口はよしてください。私は子供の頃から泳ぎで負けたことがないんです。さあ、どちらが先に海までたどり着けるか勝負です。二人とも本気か？海まで走るってただのかけっこじゃんかよ。お主は今空いてるか？周囲を見回っておきたいのだが、付き合ってくれぬか？深淵殿も一緒に来るか？みんなやることがあるみたいだから、あたいは留守番しておくぜ。モナとフィッシュルも泳ぎに行ったし、誰かが拠点を準備しておかないとな。こっちは任せてくれ。ちょっと出かけてくるんだろ。いい景色が見つかったらあたいにも教えてくれよな。うん、じゃあ頼んだぞ。急がなくてもいいのよ。サンラーセシ在位、言葉なき手がかり。
おい、あっちにでっかい変なやつがいるぞ。道中注意して見ていたが、この用途のわからぬ装置と隣にある軍棒以外に怪しいものは見当たらなかった。それにここ数日のものと思われる新しい足跡も見られた。本当か？オイラ全く気づかなかったぞ。旅人パイモン、油断は禁物でござるよ。どうしたんだ？何かあったのか？誰かがここに来ていた。そしてかの者はまだ去ってはいない。他にも誰かいるのか？なんだか怖いぞ。なあ、早く手がかりを探そうぜ。帽子に水元素の力があるって言ってたよな。だったら元素力をたどってみようぜ。かなり近い。警戒を強めるでござる。捕まえた。っていうか、なんでこんなとこにファデュイが集まってるんだ？ミントとスイートフラワーとファデュイがいない場所なんてこの世に存在しないのか？だよな。帽子をなくしちゃった。帽子。何か探しているのか？帽子ダメだ、なくすわけにはいかない。もう俺は何も知らないから、帽子を返してくれ。この帽子をお探しでござるか？ T さんの帽子だ、早くよこせ。こいつなんだかあまり賢くなさそうだな。俺をいじめるな。出ないと殴るぞ。でっかい怪物。やめろ。何しやがる。またファデュイか？それはこっちのセリフだぞ。お前たちこの島で何するつもりだ？帽子ちゃんと守るんだ。出ないと兄さんに怒られる。その帽子に抱きつくのはもうやめろ。まずはお前の兄さんを探し出すのが優先だろうが。そのものはどうしたのでござるか？なんでもない。病気で少し熱があるせいで戯言を言っているだけだ。お前らに説明する義理。ここはオイラたちの友達の島だから気をつけた方がいいぜ。ああ？ここは無人島じゃなかったのか。俺たちはここに、いや、なんでもない。チッ、別に教えてもいいが、知ったらもう俺に構うなよ。あれは俺の発明した新エネルギー装置だ。無人島に来たのはこいつのせい。答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞ。ダメだ、帽子を取らないでくれ。おい、泣くなよ。わかった、この辺りから遠くへは行かないと約束するから。ところでその装置、どうして煙が出てるんだ？それはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ。言いたくないが、実はチェストがうまくいかなくて、もともと撤退す…なんだ、じゃあ早く行けよ。おい、行くぞ。まったく、せっかくの休暇なのにこんな奴ら
と出会うなんて。ファデュイがこのような偏僻な島に現れるとは、ことはそう単純ではない気がするでござる。休暇中とはいえ常に警戒を怠らぬように。またあちらの女子たちの機嫌を損ねないために拙者から一つ提案があるのだが、この件は当分の間心に留めておこう。注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応する。良いでござるか。カズハは思いやりがあるんだな。過保でござるよ。拙者はただせっかくの休暇がつまらぬことに邪魔されないことを願うのみ。美形の前に皆には幸せな気分でいてもらいたい。来てくれました旅人。ファイモン、あなたたちは私とフィッシュル、どちらが泳ぎ上手だと思いますか？遠慮なく私のマナを口にするがよい。プラチナメギストス卿が泣きを見るよ。なんだよ、それってオイラが決めろってことか？ファイモン殿は人を見る目がありますから、誰が真の勝者なのか見極められるに違いありませんぞ。パイモン殿、私に忠誠を誓う時が来たようね。ちょっと待って、その前にパイモンに何か食べさせてあげようぜ。長い間出かけてたからきっと腹ペコなんだ。信念。うむ、確かに長い距離であっただろう。あんたらが出かけている間、海辺で海鮮を釣って果物を取ってたんだ。火で炙るときっと美味しくなるぜ。そういえば少しお腹が空いてきました。うん、私もたくさん用意したから一緒に食べようぜ。店をやってる料理人の友達にはかなわねえけどさ、お腹を満たすには十分だと思うんだ。うん、食べようぜ。信玄殿を島に招いたのは間違いなく賢明な判断でしたな。オイラもう食べるぞ。お前らは腹すかせながら喋ってろ。はあ、バーベキューの香り。とっても美味しいです。ふう、悪くないわ。今日は信玄殿が夕餉を作ってくれたゆえ、明日の朝餉は拙者が作るでござるよ。よっしゃ、おいらもワクワクだぜ。そうだ旅人、一つ忘れてないか？近くで話そうぜ。お前もファデュイのことを気にしてるんだろ？幻妖野郎からもらった爆弾のことを覚えてるか？あれを使えば連絡が取れるぞ。ああ、いや、爆弾じゃなくてドド通話機だった。聞いてみないか？あいつは情報通だし、重要な手がかりがあるならきっと知ってるはずだ。おや、もう僕に会いたくなったのかい？こんな方法で僕と連絡を取れるのは君だけだよ。さっきくしゃみしてたよな。キャッチテールの周りは猫がたくさんいるんだよ。オーナーがアレルギーの薬をくれたんだけど、あまり効かなくて。はあ、さて
どうしたんだい？僕に何が聞きたいの？他人任せにも程があるぞ。しょうがないやつだな。幻影野郎、オイラたちこの島でファデュイと会ったんだ。なんか変だろ？ファデュイってどこにでもいるんじゃない？標人の手下は優秀だからね。どこに出てきたって不思議じゃないよ。でもこんなとこに出てきたらオイラたちの休暇の邪魔だぞ。でも聞いた感じトラブルがあったわけじゃないんだよね。つまり問題はもう解決したんでしょ？そうなんだけど、やっぱりどこかおかしいと思うんだ。だからお前に聞こうと思って。何か手がかりはないのか？ファデュイの情報は入ってないよ。でも大丈夫さ、僕は吟遊詩人だけど必要ならいつでも連絡していいよ。たまり役に立たなかったとしてもおしゃべりしてあげるだけでも心強いでしょ。はっ、お前ってやつは。よく冒険に行く君たちなら旅先でハプニングが起きても不思議じゃないさ。でも出会いの全てが危険ってわけじゃない。だから怖がる必要もない。風は陸を通り過ぎたら海の上も通っていくでしょ。白い雲が浮かぶところには風もやってくる。安心して、風はいつも君のそばにいるよ。じゃあおしゃべりはここまで。僕はキャッチテイルで演奏しないと。うん、じゃあな。聞いた感じファデュイのことはあまり心配するなって意味か。まあ吟遊野郎がああ言うんだ。オイラも変なことが起こらず旅が無事に終わることを祈るぜ。友達との旅なんだ、楽しまないとな。知らせと悪い知らせがあるけど、どっちを先に聞きたい？なあ、オイラが悪かった。謝るから起きてくれよ。じゃあまず悪い知らせからな。実はこの島で何か事件が起こったみたいなんだ。で、いい知らせは昨日の心配していたこととはほとんど関係ないようで、今は別の問題に直面しているんだ。お、目が覚めたらしいぞ。早く見に来い。怖がらせるなよ。こいつも他の連中と変わらないと思うぜ。人間なんて脆いもんさ。いや、気分はどうだ？体調はいいのか？ご覧の通り、船が喋るんだ。逃げるなよ。哀れなやつだぜ。俺たちが話すのを聞いただけでこんなにビビるなんてな。それもしょうがないこと。人間は俺たちみたいなやつが喋るところを
普段は目にせんからな。待てよ、お前ら元から喋れたのか。そりゃもちろん、喋れないと同族とも会話できないじゃん。つまりオイラたちが突然理解できるようになったってことか。変だぞ。それか急に賢くなったのかもな。おめでとさ。おや、起きたんですね。もうお日様の光がギラギラしていますよ。戻ってきたのか。ふむ、景色も綺麗で天気も良い。旅のおかげで気分が癒されたでござるよ。すべてが順調でございますね。島の一部おかしなところを除けばですが。暗黒の眷属が降臨した。これぞ幽夜浄土が世に帰還する前兆だわ。皆の者、喜びなさい。お嬢様はこんなこと見たこともないし、こんな展開になるとは思ってもいなかったとおっしゃっています。そんな意味じゃなかっただろう。ああ、これは僭越でした。今の発言は私自身の感想として受け止めてくださいますよ。昨晩からおそらく島のみに普段は見られない奇妙な光景が広がり始めたのでござる。ええ、水中を泳ぐ鳥に空飛ぶリス、そして天には時を同じくして太陽と月が昇る、そういったことがたくさん。ちらっと見える風景だけでもなんとなく違和感があります。島で奇妙な羽音が聞こえたのに、あたいのも、うむ、それに水音や草花の香りも、この島にはたく多分肉眼では見えない何かだと思う。占ってみましたが、水裏の番は混沌としていてとても解読できません。なんだか嫌な予感がするぞ。まさかオイラたち面倒ごとに巻き込まれたりしてないよな。この地に幽夜浄土を呼ぶと決意したのに、こんなに奇妙な光景が広がるなんて。まさか罪深き者が私を阻んでいるの。なあ、もしかしてこの島を改造した奴らの仕業じゃないのか。でもこんなことする動機がないよな。見てよ兄貴、死ぬほど怖がってるみてえだぞ。そりゃそうだろう。誰でも奇妙な出来事にあったら驚くさ。俺はいろんな海域を経験してきたベテランだ。たくさんの船乗りに声をかけてみたが誰も反応してくれなかった。うん、こんな環境じゃなかったら人間が俺たちと言葉を交わすなんて想像もできないよな。こんな環境ってどんな環境だ。環境、もしかして環境の変化が私の占い結果を左右した。そんなこと言われても夢が現実になるわけないだろう。船とリスの言葉が急にわかるのもありえ。わあ、どうしたんだ。あれ、あれを見ろ。幻覚、いや、幻覚にしてはあまりにも真に迫りすぎていた。一瞬で通り過ぎましたが、
先ほどの奇妙な光景と全く同じでした。まさか本当に幽夜浄土がこの世に存在するなんて。ええ、しないのか。あ、うん、うん、ざれ事よ。幽夜浄土は私の予言通り降臨した。諸君、これこそが新たな黙示録だわ。その通りです、皆様。奇跡を目の当たりにし、創造の瞬間に敬意を表する時が来ましたぞ。万歳。幽夜浄土へようこそ。あいつなんだか本当に嬉しそうだな。水を差さないでおこうぜ。全く驚かないとは、さすがは冒険者、いろんなものを見てきたんですね。これが幻覚でないのなら行って調査すべきでござる。一つ方法を思いついたぜ。ちょっと刺激を与えてみて、痛かったら目が覚めるはずだろ。うん、一理あるかもしれない。そうだろ。さあカズハ、あたいの顔面に一発かませ。え、そんなわけにはいかぬ。深淵殿、拙者が一発受けよう。でもあたいのパンチは痛いぞ。それよりもこうしようぜ。オイラたちに任せるんだ。おい旅人、オイラにパンチさせてくれるか。お前たちは面白いな。幻覚だと？人間にとっては俺たちの声が聞こえるというだけで幻覚なのか？兄貴も知ってるはずだろ。人間は大人になるといろんなことを忘れ、いろんな能力を失うらしいぜ。そうか、それはもったいないな。今日のようなことで笑うなどと、艦隊で働いていた頃は想像もできなかった。おいみんな、気になるところに行ってみたいとは思わないか？もちろんだぞ。でもどうしたら行けるんだ？ほら見ろ。何をですか？もちろん俺を。おっと、自己紹介を忘れていたな。俺はこの海域で最も賢く最も器用な船だ。名前は好きに呼んでいいぞ。名前がないのか？名前などもう忘れてしまった。覚えているのは稲妻から来たということだけさ。そうか、じゃあお前のことお肉丸って呼んでもいいか？稲妻の名前はなんとか丸が多いからな。お肉丸？かまわんぞ。俺に出会えたお前たちは運がいい。俺はどんな嵐でも乗り越えられるし、どんな波も俺の相手じゃない。だから乗りな。行きたいところに連れて行ってやる。やれやれ、兄貴はいいやつだな。俺たちをここに放り込んだ風神とはまるで大違いだぜ。モンドの風神のことさ、知らなかったのか？この島々の中には昔モンドの山頂だったやつがある。当時風神は地形を整えるために山頂を切り落として、そいつを丸ごと海に投げ捨てたんだ。俺のヒーヒーヒー、もう何代前かわからねえじいちゃんは山頂と一緒にここまで投げられたのさ。あの風神め。そんなことがあったなんて。それ以来俺たち一族は代々ここに住んでる。幸い他にもいくつかリスの巣が投げられてきてたから、俺たちはここで王国を築いたんだ。メリットは天敵がいないから、島の夏が全部俺たちのものになること。デメリットは他のどこにも行けないこと。まさか幽夜浄土がリスの帝国だったなんてな。無礼者。ハイモン殿、でたらめをおっしゃってはいけませんよ。幽夜浄土は夜ガラスの国、これは常識でございます。おい、そこの稲妻のあんちゃん、俺たち同郷同士だろ。稲妻の男なら
海に出る勇気がないといかん。ついてくるか。海に出るというのは、故郷を遠く離れ遥かな土地に向かうことでござるか。そうだ、ありったけの勇気とちょっとした決心が必要だ。二度と帰れなくなるかもしれないが、旅立たねば世界はいつまでも己の心の中だけだ。ふむ、お憎まれ、お主の言うことはとても正しい。それを聞いてついていかねば男が廃るでござる。皆も来るか。拙者は先ほどの異常現象が起きた島に行くつもりであるが、彼からは船の匂いがする。古き木材、水を遮る漆、まさに稲妻の匂いだ。それゆえ拙者は彼のことを信じる。ほう、みんなはどう思いますか。オズ、私のためにはしごを設置して。断罪の控除、出航よ。一緒に行ってみんなで見識を広めようぜ。面白い。じゃあ早速出発だ。くれぐれも気をつけて。よっ、皆の衆、いい根性ではないか。勇気のある若者は嫌いじゃないぞ。いつからここにいるのだ。おお、これが初めてではなかったのか。それは興味深い。天道、ここにある。急がなくてもいいの。書かれてどう。それ、捕まえた。終わりで撤収と、ふっと、ふっと、ふっ、三乱世子在に言葉なき手がかり。もうすぐだ。荷物を準備しろ。降りるときは足元に気を。見ろ、あそこに何かあるぞ。あれは。みんな、近づいてみるぞ。
なんと、この地で相まみえようとは。これって盆栽だよな。渋いお盆だけど、中身はあまり手入れされてなさそうだ。これは我が一族に代々伝わる盆栽であった。以前天領奉行の倉庫で見たが、それとは様子が違う。その時は当の昔に枯れた植物だけが植わっていた。もう枯れていたのに、どうしてお盆に残されていたんですか？きっと盆栽の中に秘密があるという暗示だったのであろう。盆栽の底には拙者の一族の古き秘密に関する手紙があったのでござる。手紙を読み終えた後は盆栽を倉庫に残していったのだが、誰が植物を片付け、そしてなぜここに置いたのか。つまりご先祖様が残した骨董品なんだろう。何もなして置いてあるだけなんてちょっともったいないぜ。そうだ、カズハ、これで何か作ってみねえか。うむ、なぜここに現れたのかはまだわからぬが、試してみる価値はある。うわあ、ひひ、やっぱりそう単純じゃないよな。え、そういえばみんないるのにカズハだけがいないのか。おーい、カズハ、大丈夫か。どこにいるんだ。返事がないみたいだな。歩きながら探してみようぜ。この配置、まるで豪邸のような感じですね。もしかするとここは危険な迷宮ではなく誰かの家なのかもしれません。面白い、ここの秘密。これはカズハの父ちゃんが書いた手紙みたいだな。あいつの一族は代々盆栽を育てる習慣があったんだ。それにしても、
急がなくてもいいのよ。カズハが旅の途中で書いた手紙みてえだ。とても悲しい手紙でした。カズハ殿、剣女盤石、天道盤昇。見切りました。いただきたいね。この手は食わぬ。捕まえた。いいとよ、工作せよ。やっよっ、ダメだ。はい、はっ、ここまで。やはりダメだ。かかれ。ここより弱滅の時。ふっ、せっ、やはりダメだ。
急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。よっ。よし。いざ。俗世に身を置きながら山水に思いを馳せ、この家もいずれそなたに託すのだ、カズハ。その時が来たら初心を忘れるでないぞ。誰か年寄りが我が楓原家はって言ってたぜ。口ぶりからして彼のおじいさんかもしれません。カズハ、よく聞きなさい。楓原家の刀は人を傷つけるために作られたのではない。父上、何を作っているのでござるか。これは異国の見聞を記録する築山だ。後ほどこれを盆栽に入れておく。ここ数年は責務で忙しく、孫のそばにいてやれる時間もなかった。もう一人の声は和葉殿のお父上でしょうか。ほう、なるほど。すべては和葉殿の思い出ということね。ここにいたのか。うむ、皆こそ今までいずこに。ここは迷宮なんだ。オイラたち全員この迷宮に閉じ込められてたんだけど、カズハだけいなかったんだぜ。拙者はずっとこの部屋にいたが、出ることができなかったのでござる。それにここは
子供の頃住んでいた屋敷の寝室によく似ている。ここはお前の家だろ。なのになんでお前が閉じ込められるんだ。もしかして迷宮はお前を中に入れたくないのか。どうやらこの迷宮全体はうちの屋敷をモチーフに作られたようでござる。迷宮の声もすべて父や祖父が拙者に話してくれた言葉。拙者を中に入れたくない。ふむ、確かに探索に参加できないのは拙者のみであるな。この不思議な建物は元凶のはずだと思いますよ。今のカズハさんの話からすると、これはカズハさんの経験をもとに作られたものです。なぜ。おそらくこの状況は拙者自身によるものかもしれぬ。拙者にとって過去などもう過ぎたこと。天地このような考えを持つゆえに元凶は拙者を入れてくれないのであろう。なんとなくわかるぜ。前向きな考えだな。考えは相応の結果に結びつく。とにかく拙者は気にしておらぬから心配せずともよい。ふむ、先ほどは盆栽に触れたことでこの空間に入った。そうであったな。ならばもう一度触れてみれば。出たぞ。見ろよ、あの山丸ごと変わっちまったぜ。待ってくれ。みんな、一つ考えがあるのだが、この元凶の変化は盆栽と関連があるのではないだろうか。この時期のお盆はもともと曽祖父の収集品だったと父から聞いたことがある。曽祖父は盆栽や盆景が好きでよく庭で手入れをしていたと聞いた。その後例の一件が起き、祖父は一家を再興する方法を探して故郷を後にしたのだ。ちょうどあの頃曽祖父は大病を患った。曽祖父は祖父が盆栽に興味がないことを知っていた。曽祖父は最後の時丁寧に手入れした盆栽のほとんどを他人に譲り、この盆栽だけを残したのでござる。それって秘密の書かれたあの手紙を残すためだよな。さよう。それに一種の記念でもあったのだろう。祖父が駆けつけた時には曽祖父はすでに亡き人となっていた。最後を見届けることすらできなかったのでござる。それから祖父はよく盆景の前で呆然と立ちすくんでいることが多くなった。それをきっかけに祖父も盆景を作るようになったのでござる。しかし曽祖父とは違い、祖父が好んだのはお盆に草木ではなく石を配置する盆景であった。祖父の影響を受けてか父もその趣味を受け継いだ。当時屋敷の庭にはいろいろな盆景が置かれていたでござる。この時期のお盆も家宝として拙者に受け継がれたもの。それがここに現れ、さらに元凶の入り口となった。偶然とは思えぬ。まるで拙者に心残りを埋める機会を与えてくれているようでござる。拙者は稲妻の出身で、拙者の家系楓原家は世が世なら名門士族とも言える一族であった。しかし雷電五花殿の一件で楓原家は衰退の一途をたどった。その後指名手配された拙者は稲妻から逃げ出した。誰もいなくなり楓原家に残された者は
この屋敷のみであったが、この盆栽も屋敷にあった他のものとともに幕府に押収されてしまった。叶うなら拙者も先祖のように家宝の器でこれまで巡ってきた名山商船の盆景を作ってみたいと思っていた。このお盆の上にあるものが元凶に影響を与えるのであれば、少し手細工をしてみたいのでござる。ふむ、曾祖父の好んだ植物の盆景にするか、それとも祖父や父が好きだった山石系の盆景にするか。やはり山石の方が拙者に合っているようでござる。盆景を作るためには何が必要なんだ？ふむ、道具と装飾用に加工できるような石があるとよかろう。わかった、一緒に探しに行こうぜ。運に任せてやってみろよ。盆景はここにあるんだし、それに関係するものだってそんなに離れたところにはないはずだ。確かにそうね。カズハ殿、心ゆくまで探すといいわ。私も進化を率いてあなたに同行し、失われた秘宝探しに協力するから。みんな、かたじけない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
暗算八九天理チョーク。いざ勝負。穴からおびき出すことができるのね。前回と同じく。よし。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。
がなくてもいいのよ。これでよし。カズハ、ちょうどいいところに来てくれた。見ろ、この石をどう思う？精巧で趣深いでござる。これは本にあった山の景色なのだ。異国には雲の中にそびえ立つような名のある山がたくさんある。機会があれば外に出てみて。父上にその気さえあれば。そんなことを言ってはならぬ。この父は楓原家の現当主だ。今や楓原家は衰退したが、ただそうだな、父上、拙者には分かりませぬ。カズハ、一つだけ覚えておいてくれ。家族は大切なものであるが、人のため家はあるのだ。己が楽しく暮らせねば、家族を幸せにすることもできまいよ。過去の一件は家に大きな影響を与えたが、もしいつかそなたが。あい、わかった。楓原殿にお会いするために参った。お手合わせ願う。お主のような武士と戦えるとは、カズハも光栄に思うことであろう。カズハ、しかと備えよ。でもいいのよ。
よし。急がなくてもいいのよ。よし。よし。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。でもいいのよ。拙者には消せぬ。カズハ、約束を忘れたのか。本当に全てを諦めるのでござるか。確かに今は大変な時ではあるが、父上には拙者がいるであろう。拙者は何の役にも立たぬのか。確かに父上ならば、拙者の年にはすでにおじい様のお力になっておられただろう。拙者が無能なあまり父上を失望させたのでござるか。それとも和葉そなたにそのようなことで己を責めさせるとは、父として失格だ。楓原家は過去の過ちのためにあまりにも多くの代償を支払った。そしてついにそなたのひいおじい様の代から今に至るまでこの限りを抜け出せなかった。刀鍛冶は我が一族の責務であるが、家業だけがお主の全てではないのだ。それは忘れてくれるな。怪我をした獣が罠から抜けようとすれば、挟まれた後ろ足を切り捨てる苦痛に耐えねばならぬ。もしそれを損と思うならば罠を離れずともよいが、おそらくそれはより致命的な結果を招くであろう。もうよいのだ、カズハ。当主でありながら一族を復興できず、そなたに名門氏族の若君としての暮らしを与えてやれなかった。なのに
そなたは拙者を責めぬ。父はもうそれだけで十分なのだ。何世代にもわたった苦痛は今日で終わりにしよう。これからは重荷を下ろして生きてゆくのだ。家業を捨てる悪名はこの父が背負えばよい。父上、やめてくれ。当主としての能力がないなどという悪名を父上が背負うべきではござらぬ。それにもしその日が本当に来たら、拙者も矢面に立つ。しばし待たれよ。楓原家はいずれ拙者が継ぐのでござろう。その時になれば拙者が片付ければよい。俺様と勝負しようぜ。あ、意地がねえな。まさかビビってんのか。お主らごときは楓原家を相手取る資格はない。天道、ここにある。もし拙者がもっと優れた武芸を有していれば、きっと父上の力になれたであろうに。ならぬな。家のことで頭がいっぱいで、またうっかりやってしまった。春の野に霞たなびき、うらがなし、この夕陰にうぐいす鳴くも。できぬと知りながらなそうとされているが、それでも行き詰まっておられたことはない。やっぱりまたここに閉じ込められてたんだな。これも法則によるものかもしれぬな。オイラたち、また元凶の迷宮に入ってしまってたんだ。人気はすっかり減り、調度品も昔のような華麗さではなかったと。ふむ、無理からぬことだ。お主らが見たのはおそらく衰退の一途をたどる楓原家でござろう。でも元凶の中の和葉はなんだかまるで影みたいだった。とにかく今のお前とはちょっと違うんだ。それには私も同意するわ。今の和葉殿と比べれば、あの幻影は多くの迷いを抱え重い運命に悩む。確かに
重い運命を背負っていました。それは今の拙者が成長したということ。皆に未熟な己を見られようとは恥じるばかりでござる。稲妻を離れてから拙者は長く各地を流浪していた。しかしそれは悪いことばかりでもござらん。そのおかげで成長できたのだ。昔の自分に会えればよかったのであるが、今の拙者を見ればあの頃の拙者にもきっと分かった。人生の道のりは長い。拙者の思っていた通り、元凶の鍵は盆景でござる。それじゃあ築山探しを続けようぜ。剣に誓う。天理チョーク。偶然の出会いには趣がある。墜落した貴族の家はあちこち壊れている上、行こうぜ。いざ。若様、私たちは最後の資本人なのですよ。本当に皆を追い出されるのですか。誰が。心配せずとも、自分の世話くらいできる。まだお小さい頃に奥様が亡くなられ、今は旦那様まで。残されたのは若様ただお一人。もうこれが最後になると思いますが、若様くれぐれもお体。楓原家はついに拙者の代で解体してしまった。だが父上の言う通り、生活に縛られてはならぬ。かような放浪の身が拙者には合っているのやも。
神の目は神の視線から来ているそうだ。ああ、俺も持っている。だが神の眼差しを向けられるのは必ずしもいいことばかりじゃないよな。かもしれぬ。家を離れてからというもの、稲妻のさまざまな場所を訪れ見識を広めてきた。メガリレーである。神の目を持つ者はおとなしく渡せ。おい、こっちだ。急げ。わけなど聞かずとも、メガリレーに抗う者たちの気持ちはわかる。願いは我々の心に隠された最も純粋な力、失ってはならぬ。やむを得ない時が来ればここを立つでござる。将軍様は御前試合をされている。関係者以外立ち入り禁止だ。待て、こいつ神の目を持っているぞ。こいつを捕まえろ。逃がすな。痛がっていない。
だ隊列、者ども続け。捕まえた。ほっ、仕掛けるぞ。岩山八九天道万象、引くぞ。いざ勝負。手合わせ願いたい。続け。終わりね。撤収。仕掛けるぞ。よっ。仕掛け。シュン。拙者の足りなかった関係だ。かつて自分に問うた。前途多難な流浪の旅になると承知で、それでも行くべきか、いずこへ、そしていかにして。命を捨てに剣を盤石。天道ここにあり、いざ。稲光すなわち永遠なり。天理チョーク。かかれ。いいという考察せよ。タッよっ。急がなくてもいいのよ。お前が楓原か。早く船に乗り込め、送ってやるよ。お主、どうして拙者を助ける。拙者はお尋ね者でござるぞ。そらもちろんしゃぶぎお前を稲妻から無事に送り出すようにって金を出した人がいるからさ。ただ周りがしてやれることには限りがあるから。祖父は生前リーユエを観光し、父は本でモンドの景色を読んだ。拙者はどこへ行くべきであろう。空が陰った。降りそうでござるな。おい止まれ、抵抗すると痛い目に遭うぞ。この雨が止む時は来るのであろうか。そうか、脈々の時。よし、裁きのいかずち。敗北を期してか。迷わせ願い。岩山八九天道万象。痛がってない。引くぞ。かかれ。拙者の負けだ。よっ。剣女万弱。逃げ道はあり。捕まえた。おい、あんた大丈夫か。海賊か。はそう、海賊さ。ちょうどいいところに来てくれた。拙者は
今までの人生を振り返ったところでござる。楓原家の盆景をどう思う？年月を重ねた者には心残りがつきもの。楓原家も同じでござる。しかし構わぬ。別れがあれば再会もある。この元凶はとても興味深いですね。演劇のようなシーンは回数を重ねるたびにより特別なものになって心に響きます。先生術師は皆見識が広いでござるな。お主にそう言ってもらえるならば、この元凶にも存在する価値があろう。ねえあなた、ご機嫌いかが？お嬢様は和葉殿にあまり落ち込みすぎないようにとおっしゃっています。こんな経験を振り返るのなんて楽しいはずないよな。そうでござるな。盆景を目にした瞬間、この可能性に思い至った。あの時期のお盆には枯れた植物が植わっているはずであった。お主らのいない間に拙者はいろいろと考え、やっと気づいた。ここは拙者の元凶でござる。盆景に何もないということは、これは拙者の心境であるということ。心が情であれば天地万物が皆情なり、心が空であれば天地万物が皆情と空。それが拙者の今の心境なのでござるよ。ただそれが心残りであると言えぬわけでもない。心にどこか穴が開いていることも空と言えるのだ。それゆえこの盆景は拙者の幻想に現れ、願いを叶える機会を与えてくれたのでござる。しかし拙者の心の底にも自分だけの盆景を作りたいという願いがあったとは。これで楓原家の伝統を真に受け継いだと言えよう。じゃあ和葉がやりたかったことは全部できたんだよな。ふむ、そう言えなくもない。お主らは過去の拙者を見て共に別れを告げてくれた。そうして拙者にまつわる全てを見届けてくれたことで、ようやくそれは真実、歴史となったのだ。人生で最も大切なのは他者との絆。決して自分を責めることではござらん。過去にとらわれる人には未来はないのでござる。拙者はここまで歩んできたから、この先も歩んでいける。皆にもそう信じてもらいたいのだ。これからもよろしく頼む。拙者は雨の中を急ぐことが多く、雨水に視界を奪われては前が見えなくなることが多々あった。ある日ついに山頂にたどり着いた。足元には雲があり、耳元では風が吹いていた。まことに高き山、まことに澄んだ心、無我無根無念無我。旅に出よう。拙者は風だ。いかに長き道にも出会いはある。人生は続く。至る所に故郷はあるのだ。みんなも疲れたよな。今日は早く寝た方がいいぞ。うん、お、どうしました？顔色が悪いですが。なんでもないわ。少し疲れを感じただけ。今日の旅に疲れ果ててしまったのでしょう。お嬢様大丈夫ですか？オズ、余計なことを言わないで。失礼いたしました。
疲れたんならしばらく休めよ。あたいは食料を探しに行くから、体力が残ってるやつは一緒に来い。拙者が行こう。私も手伝います。みんなこんなに積極的なんだし、オイラたちも行こうぜ。そんなに大人数はいらないぜ。それに皇女殿下が少し落ち込んでるみてえだ。モナ、あんたは彼女のことをよく知ってるだろ。気づいていましたか。食べ物の準備をしながらその話をしようと思っていたんです。なっ、よし、それじゃあ食べ物の準備はあたいたちに任せ。これだけあれば十分だな。後で焼いて食べようぜ。もし次に人のいねえ拠点を見つけたら、鍋がないか探そうぜ。鍋があればちゃんとした料理が作れるしな。すごい心配りだぞ。信玄は料理人じゃないのに人の世話をするのが得意なんだな。へへ、あたいはできることをやっただけさ。褒めすぎなんだよ。信玄殿は市長聖号の皆にも認められた良い仲間でござる。おう、オイラたちにとってはカズハも頼もしい仲間だぞ。その通りさ。ふむ、ならば頼もしい仲間として皆と話したいこと。お主らの話を聞いた限り、今日の不思議な元凶は楓原和葉のこれまでの人生をもとに作られたものであった。まるで拙者の夢のように。和葉、あんたはずっと自分だけの盆景を作りたかったんだろう。うむ、そして拙者の願いは叶ったか。しかし拙者がこのような状況になったということは、皆にもその可能性があるということではなかろうか。あたいもだ。ただ次の場所が誰の元凶かはわからないけどな。そう考えるとあたいもあんな夢を見てみたくなったぜ。お前、もしあたいにあんな領域があるならきっと音楽に。もしかして。それは当たり前だろ。音楽をやるやつなら誰でも。この群島の美なんて楽観的でたくましい心なんだ。あ、そうだ、旅人、崖に生えてる果物を食べたいんだけど、一緒に取りに行って。今日の変わった建物と元凶の盆景、とにかくあの変な出来事、このこと元勇野郎に教えた方がいいよな。返事はない。おかしいな、元勇野郎のやつまたぼーっとしちゃってるのか。それとも演奏してる間は爆弾を。おかしいぞ。旅人、それにパイモン、ここにいましたか。モナだ。フィッシュルとの話は終わったか。ま
まあ一応は。彼女はちょっと憂鬱なんです。フィッシュルは今回の旅に積極的です。でもなんで？あいつこういうことに憧れてるんじゃないのか？まだ結論は出せませんが、とにかく気にかけておきます。私が言いたかったのは別のことです。水浦の番は今回も濁っていましたが、前回と違って何らかの力を感じられました。1までは分かりませんが、だんだん変化してきているような感じがします。見えないのにどうやって感じるんだよ。素人にどう説明すれば。あ、例えば部屋のどこかに隙間が空いていたとしましょう。1は分かりませんが、風がそこから入ってくるんです。すると部屋の温度もどんどん下がっていくでしょ。おお、そう言われるとなんとなく分かった気がするぞ。その亀裂がどこにあるのか探したいんだな。そうですね。これからの方針を決めるには、あなたと一緒にいるといつもこんな状況になりますね。占い、あなたは数多くの友人と秘密。そういえばレナ、まあそれはそうですが、今回も手を組ん、手を組むってお前たち二人でか、それともオイラたち三人で？はいはい、パイモンを仲間外れにはしませんよ。あなたは時々独特で鋭い角度から問題を見てくれるので頼もしいです。本当か？そうでしょ。私のように頭が切れて魅力にあふれる先生術師はこの世に二人と存在しません。なんでもいいけど、そのフィッシュルみたいに笑わないでくれるか。ごほん、すみません、長く一緒にいすぎて友人に影響されてしまいました。とにかく引き続き星を観測してみます。旅人、これからもよろしくお願いしますよ。Thank you.
急がなくてもいいのよ。Thank you.
急がなくてもいいのよ。
急がなくても。いいのよ。ガンザンハチク。勝負。天理チョーク。かかれ。捕まえた。終わりだ。撤収。負けだ。よ。修練だ。反逆拙者の負けだ。天道万象。いいとよ、考察せよ、痛がっていない。急がなくてもいいのよ。天道、ここにある。いざ無我の境地。のイカズよっ、そう、どの目が出る。やはりはダメだ。勝ちだ。ガンザン八九、天道万象。いざ勝負。剣に近い、見切りました。稲光、すなわち永遠なり。やっふっふっかふっそっ。剣女盤石、ふっ天道、ここにあり。はっ、風の神、逃げ道はあります。終わりだ。撤収。捕まえた。ここより弱滅の時。いざ出会わせ願いたい。ガンザン八九、天道万象。いざ裁きの雷。余談。拙者の拙者を控えてるのか。よっ、拙者の負けだ。剣女盤石、天道、ここにあり。剣に近い。それ見切りました。稲光、すなわち永遠なり。よっ、
暗光不落天理チョーク、やっはっは、いざ勝負、かかれ、捕まえた、裁きのイカ、剣の盤石、見切りました、痛がっちゃいないよっ、やはりまでどの目が出るか、天道ここにある、ふっはっ、隙あり、逃げ道はありません、難攻不落、風の神、捕まえた、かかれ、はっ、終わりだ、撤収、ここより弱滅の時、さばきのイカづち、剣女盤石、天道盤昇、剣に誓う、捕まえた、痛がっちゃいないの、犬よ、考察せよ、無我の境地、暗光不落、いざ勝負、灰を奪ってやる、かかれ、痛がっちゃうよ、どの目が出る、剣女盤石、逃げ道はあります、やはりダメだ、ここまで、かかれ、難攻不落、見切りました、ここより弱滅の時、ふっふっはっ、ストップ、剣女盤石、天道ここにある、カディ、裁きのイカズ、糸よ、考察せよ、捕まえた、無我の境地、ふっふっ、よっ、ふっ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 、